えー、岸田内閣に何が足りないのかっていう、えー、そういった、あの質問があったんですけども、まあ、よくよく考えてみるとですね、あの、支持率が20%台になって大変なことになってるなんてね、報道も結構されてたりとかして、えー、まあ、ね、いろいろ揶揄されていたりとか、なんかサラリーマン的な首相だとかですね、いろいろ揶揄されてきておりますが、 まあ私よくですね、議員会館とかですね、あの、政府の人たちとか、官僚の人たちとか、最近まあ宇宙関係のあれもあって、よくお話をするんですが、あの、総じて、その政策の実行能力は、あの、実務的ではあるが、まああの、派閥政治みたいな、まあ、よくも悪くもですね、あの、旧来型の自民党の派閥政治ではあるんですけれども、 あの、各派閥の人たちからですね、意見はちゃんと吸い上げて、特に若手の人たちがこうやったらいいんじゃないかとか、ああいうようなことに関しては、非常にあの、自分の頭で一応考えるんですけれども、えー、理解を示して、えー、即実行に移したりとか、バランス調整型ではあるものの、その、ボトムアップの、まあ意見みたいなものをどんどんその、 えー、政策に反映させていくっていうところはですね、ちゃんとやってるという僕は印象を受けております。まあ、ただね、どうも地味、えー、だし、そのメッセージが伝わりにくい部分はありますよね。まあこれまでのその安倍さんとか小泉純一郎さんとか、そういった自民党の政治家が持っていたこう派手さとか、その、えー、ゴリゴリいくような感じは、まあちょっと受けないかなと。 思ってます。まあ、そこはまず1点ですね。で、もう1つはそのスポークスマンがまあ不在であると。えー、官房長官の人誰だっけみたいな。えー、松野さん、うん、どんな人だっけみたいな感じで、その、まあ、単純に露出が少ないですよね。ただ、例えば、その、菅さんね、菅さん、菅首相の時は、なんであんな短命に終わったのか一1つの理由として、えー、安倍晋三には、 あの、菅さんがいたけれど、菅官房長官がいたけれども、菅首相には菅官房長官はいないんだと。覚えてますか皆さん。あの、菅内閣の官房長官、加藤さんっていう人なんですけど、多分皆さん顔を知らないですよね。だから、やっぱり、その、その辺が地味。で、地味っていうのは、ね、あの、失礼だとかって言うかもしれないけれども、やっぱその首相のね、スポークスマン、官房長官だと思うんですけど、 これが地味だとね、あのー、やっぱ、こう、懐刀というか、ね、あの、実際に政府を動かしていく、その一番の、その、補佐感というか、でありですね、政府、あ,あの、首相の考え方をですね、わかりやすく、その、メディアに伝えていく、そして国民に伝えていくっていう役割、官房長官にあると思いますので、その辺がちょっと、地味だな。 地味だし、全然そのアピールできてないし、なんか喋ってるとかあんま見たことないですよね。だから、ね、あの、小泉純一郎内閣の時は、安倍晋三は、え、官房長官でしたし、え、そういったところが、やっぱりね、あの、言語を、 例えば、言語ちょうどね、あの、平成から令和に変わった時は、菅さんが官房長官でしたし、古くはですね、昭和から平成に変わった時は、あの、小渕さんですね、その後首相になるんですけども、やっぱり、その、いい官房長官っていうのは首相になるチャンスってすごくありますよね。だから、その辺、まあ、内閣改造するんだったら、僕は、その、官房長官変えた方がいいんじゃないかなって、思います。はい、なんかもっと、 もっと人気がある人というか、もっとそのメッセージ性発信力があるような人たちに、人、人に変えていかないと、その、まあ、やってる政策、いい政策が割と多いんですけども、なんか、消費税、えー、ーかインボイスか、インボイスで、わーっていじめられたりとか、あのー、 ま、増税になるんじゃないかとかですね。いろいろ、えー、ごちゃごちゃ言われたわけですけれども、他にやったらいいこととかも全然アピールできてないんで、あんまりいいことやってないんじゃないかみたいな、もう、これ、た、雰囲気なんで。で、国民って、やっぱり大半は受け身だし、頭も別にそんなに良くないんで、あの、分かるように説明をしないと、え読んだら分かるでしょとか、ホームページ書いてあるでしょとか、誰も読まないから。 うん。あの、基本的に分かりやすく、例えばだから、小泉純一郎さんだったら自民党ぶっ壊すとかってね、言ったりしてましたけれども、そういったこう、バカでも分かる、バカでも分かる、説明が必要なんじゃないかなと思いました。